ち文化放送テラちゃん、おはようテラちゃん。時刻7時50分です。さてこの時間からコメンテーターは元海上自衛隊海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授伊藤俊幸さんです。伊藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。真相になりました。おはようテラちゃんで、はい、初めて真相になってきた。第一スタジオ初めてですよね。広いですよ ね、 ねえ、あったかいサンルームみたいな感じで、急激にこの日差しが入ってくるとこの室温が暑くなりますんで、ぜひ暑くなったら今お召しのジャケットとか脱いでください。あと空調ももっと下げた方が良ければ、あの指示を出せば下げることができますんで、よろしくお願いいたします。すごいですね。ここ一番広いスタジオですね。ポカポカすると眠くなりますけど、ね、そうなんです。だからずっともう伊藤さんには喋り続けていただかないと。何かこう非常にこのタイムリーというかですね、このインドネシア海軍の潜水艦、伊藤さん以前はですね会長もちろん、お勤めになりました。その前は潜水艦の艦長も ね、お勤めになってましたから、その潜水艦なんですが53人を乗せたインドネシア海軍の潜水艦が21日バリ島北方沖で訓練中に消息不明となりました。海軍によると潜水中に何らかのトラブルで停電が起きて制御不能となった可能性があるといいます。乗組員と連絡が取れて おらず捜索が続いています。インドネシア海軍によると潜水艦は魚雷発射訓練を行う予定でした。軍関係者、この潜水艦が水深500メートルまでの水圧に耐えられるように設計されるとされていると説明していますが、すでに制御がですね失われて水深600から700メートル付近まで沈んだと見られています。停電の場合は酸素供給が24日未明までの72時間しか維持されていないということなんですが、訓練中この魚雷発射訓練のために潜水艦がこの潜っていたということなんですけども、この制御不能になるという、潜水中に何らかのトラブルで停電が起きて制御不能になったということで、これは珍しいこと、珍しいというか、根本的な問題が起きたんだと思うんですけど、皆さんおそらく、これ燃料があるのとかですね、思うでしょ、燃料関係ないんですよ。燃料は関係ない、要するにその原子力潜水艦以外は、全部電池潜水艦なんですよ。はい、ハイブリッドなんですよ、はい。だからエンジンというのは充電するための発電機として使うんであって、でそれでいっぱいその潜水艦の底にある電池に充電をして、その電気でモーターを回して進むんですよ。そうなんですか。そうです。だからそのモーターが動いてないってことなんです、はい。だから船が前にも進めなくなって、でこう浅い進路に上がることもできなくなったという状態だと。そういうことなんですね。だから電気系の制御だろうに問題があるだろうと軍関係者が言ってるんだ。そういうことです。進むこともできないということは、我々すれば何らかで電気トラブルになって、モーターが動いてないってことです、そうなんですね、潜水艦は電気で動いてる。そうです、ハイブリッドの走りなんです。そういうことなんですね、私なんかほら昔の映画とか見ると、なんかタービンみたいのがこうあって、あれもだから昔はだから潜ることのできる船、河川艦だったんですね。だから夜間はずっと見えないと思って浮上してるんですね、完全に浮いた状態でエンジン回して、あれも充電してるんですよ。充電してて走ってて、でも走るでもスクリュー回すモーターなんですよ、あくまでも。そういうことなんですね、だからプラモデルで作るあれと同じなんですよ、あのモーターで、あのモーターのめっちゃでかいやつと思ってる。それだから昔からそうだったってことなんですね、だから音が静かなわけだ。そうです。で潜るときは完全にこのモーターだけで動くから、だから空気いらないわけですよ、その間はですね、電池ですからね。エンジン回すためには空気いるでしょ、だから浮上してる。しかも昔はなかったし、今は煙突を海の上に上げて、いわゆるスノーケルっていう状態で空気を取り入れながらエンジンで発電をするんです、発電をしてるってことなんですね、でただこうやって、今回のは今伊藤さんに聞いて、そうかと、これちょっとかなり深刻なトラブルだなっていうのが分かりました。おそらく船体にひびが入ったりして、あるいは足回り の, そのスクリューのところに何らかで水が入ってしまって、
俺はだから艦内に浸水している状態だと思いますよ。そうですか、でこれやっぱりね、浸水あの水深500メートルまでの水圧には耐えられる、だけど、はいはい、今いるところはおそらく600から700メートルってことは水圧でどこかに亀裂が入ってる可能性もうすでにあるんだと思います。あ、それがそもそもの原因で、そうか、もともとの亀裂が原因で、はい、古いですからねこれ。あ、そうなんですね、この潜水艦。あと伊藤さん、お話できる範囲で結構なんですけど、こういう例えば訓練というのはやってるんですか、はい、非常事態訓練。出航したらそればっかりですよ。あ、そうですか、はい、だから我々自信持って、はい、何がトラブルが起きても対処できるという感情でいるわけです、でおそらく宇宙船の、はい、乗ってられる方もそうですけど、もう機械は壊れるもの、人は失敗するものという前提で、はい、じゃあこうなったらどうするっていうのを常に訓練してるから、はい、いざ起きても慌てないと、そういうふうに鍛えられる、はい、いや今また話聞いてて、宇宙船と潜水艦って近いですね、同じマインドですよ。そうですよね、はい、選ばれる宇宙船のパイロットに選ばれる方も、大体潜水艦乗りと同じような心理適性検査を受けて乗ってる人たち、パニックになるべくならないようにってことですね。パニックにならないようにするにはどうしたらいいんですか。今キャラクターの問題が先ほど私一回ちょっと危なかった時がありまして、今だから言いますけども、はい、ニュースって何時にこれを読むとかね、はい、一応決まってるんですよ、まあ、最悪のケースはそれ入れ違えても、まあ、ラジオお聞きの方には分かりません。でもこちらとしてはあらかじめ決めていて、自分の中でもちゃんとこの時にはこれを読むって、はい、それがちょっと違ってて、少し7時の冒頭のところのニュース読み始めが遅れたんですけども、あ、これがパニックになるところなんだなって実感したところがあったんですけども、はい、でもピッと止められたでしょ、それは、はいはいはい、それなぜかというと、もう訓練されてるからです。あ、経験ですか。経験と訓練です、だからやっぱり、先ほど、まあ、キャラクターと言いましたけど、はい、やっぱ大事なのは日頃の訓練なんです。あ、そうなんですね、はい、だから松山君なんかもそうじゃないですか、はい、精神力は出すのは技術から来るって言ってたでしょ、ゴルフの、あれ同じなんですよ。そうなんですね、やっぱどれだけこうなったらああなるっていうのを訓練してるかで、慌てないってことですね、はい、まあ、場数をよく踏むなんて言いますけども ね、はい、その中で、まあ、一応、まあ、トラブル起きたらどうしようとか考えてますもんね。そういうことなんですね、はい、そして、まあ、このインドネシア海軍の潜水艦なんですけども、潜水した付近の海面に油膜が浮かんでいる、まあ、これを捜索していたヘリコプターが発見しているということは損傷しているということなんですね。明らかに、はい、あ、伊藤さんおっしゃった通り、潜水艦1977年にドイツで製造されたもので、81年にインドネシアに引き渡されました。最新の潜水艦と比べて、まあ、ということは装備も、まあね、古いもの、私だったら怖くて乗りません。ああ、そのくらいですか。日本の潜水艦は3年に1回は完全にオーバーホールしますし、はい、毎年まずドックに入れて、はい、船体にひびがないか、はい、潜水艦乗りってもう沿岸服ですね、つなぎ着て艦長だろうか何だろうかタンクの中も全部入って自ら見るんですよ。そのくらい細やかにやってる、はい、もう俺は怖くてしょうがない。そうなんですね、はい、間もなく8時です。8時になりました。4月23日金曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。外がさらに眩しくなってきました。浜松町 12.3 度、今 12.4 度になりまして、風はですね、北寄りの風が 3.1 メートル吹いてますね。ラジオ機のあなたの周りもおそらく日差し届いてるでしょうね。今日の関東、平年並みの気温に戻るでしょう。日中晴れそうです。空気は乾燥しています。洗濯物乾きますが火の取り扱いご注意ください。
最高気温東京で21度、横浜埼玉20度、昨日と比べると5度くらい低くなるでしょう。今日は昼間も薄手の上着用意した方が良さそうです。明日土曜日は晴れますが、日曜日にわか雨があるでしょう。東京地方今日明日ともに晴れ時々曇り。現在乾燥注意報が伊豆諸島以外に出ています。また波浪注意報が千葉県北東部、伊豆諸島、茨城県に出ています。今朝のコメンテーター、元海上自衛隊海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授、伊藤俊幸さんです。改めて伊藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いろいろニュースが入ってきています。昨日昼ごろ、群馬県みどり市の山林で山火事が発生しました。山林の広範囲で延焼していて、鎮火の見通しは立っていないということです。みどり市付近の24世帯32人に対し避難指示を出しました。警察の発表によると、近くの住宅2棟が全焼して、住人の70歳の男性と連絡が取れていないといいます。住宅が山林火災の火元となった可能性もあるとみて調べています。午前5時ごろから自衛隊のヘリコプターによる消火活動が再開されました。群馬県内には20日から乾燥注意報が発令中で、明日までは乾燥が続く見通しです。いやー、山火事です、乾燥でね。そうですね、多いですよね最近。そうなんですよ、伊藤さん、こういう時はどういうことに気をつけるべきなんでしょうね。まあ、だから、やっぱ乾燥してても火元がなければ本当につかないわけですから、前回は確かタバコの不始末ですよね、はい、で今回もなんか民家じゃないかと、民家からの火ですね。だ、何らかの元々の出火元があって、それが森林に行ってしまって、そうすると収集がつかなくなると、だから結局自衛隊が出てきて、陸上自衛隊の大きなバケツを、ね、ね、下ろすと湖かなんかね、持ってってヘリコプターですね、やるんですけど、本当はあの海上自衛隊にですね、US2 という救難艇があるんですね、いわゆる飛行艇って言って、某テレビの辛坊さん助けた、そうなんですか、昔。あれは本当はですね、お腹のところ、あれ海水にもう胴体着陸できるんですよね。でその時に、ここの前から水をザワーッと海水いっぺんにあれ取れるんですよ。はあ、そうか、窓少し開けとけば、窓というか入り口を、お腹にそういう装置をつけておけば上がるんですね、とワンタッチで水をザバッとお腹に入れて、タッチアンドゴーみたいな感じで、バシャーッと真下を開ければ、ヘリコプターのもののどころじゃない、あの 2,3 倍の大量の水が、海水をバーンと下ろせるんですよ。で本当は、US2 というのを各自治体が持っておけば、それに使えるんですよ。そうですね、だからそんな時はもう維持費がとか言わないで、持ってるってのが大事ですよね。そうです、ただまあ息高いんですよね。高いんですけど、ね、今だから海上自衛隊にしか納めてない、そうか、だからもっと量産すれば、量産すれば、ね、安くなる、スケールメリットが。そうです、だから結構山火事多いじゃないですか。そうです、ね、あれ見るたびに、いやもう使ってもらったらいいのになっていう。そうなんですね、もう全然違いますね、バサーって一気にお腹で入れて、ドンですか、ですね、その回数も早いんですよ。ヘリコプターどうしても時間かかりますけど、もうあのそんなペースじゃないですからね、だからそういった方にもぜひ活用すべきだと、そうですね、そういうアイデアもあるんですね、さて続いてはですね、昨日午後3時5分ごろ、山口県長門市美祢市にまたがる花尾山付近の上空で、航空自衛隊築城基地所属の F2 戦闘機が別の同じ同型機とですね、飛行中に接触し、このうち1機の部品が落下しました。2機には民間のカメラマン1人とパイロットの全部で3人が乗っていましたが、いずれも怪我はありませんでした。航空自衛隊によりますと、2機は編隊飛行訓練の後方撮影のため、カメラマンを乗せて午後3時ごろ築城基地を離陸しました。で接触後、午後4時以降に築城基地に着陸しています。接触したのは1機の機首の下部下の方と、もう1機の垂直尾翼で、尾翼に設置されたライトおよそ 400g などが落ちたということです。航空自衛隊が詳しい状況を調べていると。航空自衛隊の戦闘機同士が接触、これたまにあることなんですかね。あんまり聞かないですけどね、まあだから先ほど言ったように、人は失敗するもの、機械は壊れるものですから、何があっても本来おかしくないですね、ちなみに戦闘機のってあれですよ、こうなんか、こんな操縦桿ガッチャンガッチャンやってるようなイメージ、もし持ってられると違いますからね。違いますか、今は右手のこう
圧力なんですよ。もうこの勇敢が右手の握力なんですか。右手の握力で動くぐらいの、はあ、指のこの感覚ぐらいなんですよ、ええ、それでもここ動くんです。そうなんですか。こうじゃないですからね。全部ガーッとかやるんじゃないんですね。違います、はあ、その戦闘機それぐらいのセンシティビティなんで、はあ、そうですか、はあ、へえ。進化してるんです。我々どうしてもあの戦闘機ってあんまり見ないじゃないですか、はあ、コックピットも、はあ、あのね、大型のこの旅客機の、あの操縦桿しか、はあ、この車のハンドルみたいな、ね、そうですそうです。違いますから。違うんですね、はあ、ちょっとやっただけでちょっとなんですよ。シャーッとこう、はあはあ、回転だからものすごい神経使って、はあ、それだけのトレーニングを積んでるってことですね。そういうことなんですね、はい、これ原因としてはどういうことが考えられるんですかね。接触っていうのは、まあ、だから瞬間の判断ミスですよね。あっという間ですもんね、はいはい、スピード出てますから速度速いですもんね、はいはい、そのために訓練するんですけど、ね、そうなんですね、はいはい、あとですね、飛行機といえば航空自衛隊のアクロバット飛行チームブルーインパルス、昨日富山県砺波市の上空を飛行しました。一般向けの飛行は去年5月です。新型コロナウイルスの対応にあたる医療従事者に敬意あと感謝を示すため東京都心上空飛んで以来およそ1年ぶり。私も見ました。昨日開幕した砺波チューリップフェアの会場上空6機がおよそ25分間飛行して機体から白いスモークを噴出し、ハートなどの模様を描いたということです。ブルーインパルス所属する宮城県松島基地の周辺で、訓練を続けていたんですが、これがですね、いたんだけれども新型コロナウイルスのこの感染拡大でイベントの飛行っていうのは訓練はずっとだからやってきたんだけれども、まあ、本番がは控えてきたっていうことですね。で今年砺波チューリップフェアの開催70回目にあたり主催する砺波チューリップフェア市が、フェアの市がですね、この記念事業の一環として誘致したと、見た人に勇気を与える飛行で感動したという声も上がったということなんですが、ブルーインパルスの飛行っていうのはこれはやはり見ると勇気与えられますね。そうですね、ねえ、はい、でも一方で戦艦というかあの軍艦見るのもでかいなってあ大きくなりましたよね。あ大きくなりました、はい、なりましたってこと。伊藤さんの時はそうでもなかったですか。私が膨大でたところはまあちっちゃかったですよ。あそうですか、はい、このだから40年で立派になりましたよ、ね、あそうですか、はい、ねえ大型化してるっていう。そうですそうです。でこのブルーインパルスもだからまさに訓練の賜物、そうです、ね、でかつ天才的なパイロットたちの集合体ですから。トップですよね。トップなんですよ、トップガンですから。そうかトップガンがブルーインパルスにいるって考えていいんですね、はいはい、そうですそうです。これは外国はすごいと思うわけですよ、この技量は。はあ、はあ、外国にもあるんでしょ。でもあります。だからこういうのを見せ合ってるわけですよ。はい、これだけの技術があるぞと、でこういうこれも一つの、まあ、抑止力というかですね、はあはあ、そういう部分が本当は大きいなるんですね、はい、あそうなんだ。こいつら舐めたらいかんなと。はあはあ、はい、そうかこういう訓練積んでるなということですね。そうですです。戦闘で1対1になったら勝てないとか負けるとかそういうことになるじゃないですか。なるんですね、はい、最後はやっぱり技量ですね。技量ですね。そうなんですね。いくら、はい、あのね、その装備が充実してるとか、はい、もう技量です。技量です。最後はもう技量なんですね。はい、はい、今朝もですね、あなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時9分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。時刻8時15分です。今朝のコメンテーターは元海上自衛隊海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授伊藤俊幸さんです。ニュースピックアップこちら。朝日新聞、緊急事態宣言、酒類提供の店に休業要請。政府は今日、新型コロナウイルスの感染が拡大している東京、大阪、京都、兵庫の4都府県の緊急事態宣言の発令決定します。発令期間はあさって4月25日から5月11日までとする方向です。飲食店対策では酒類やカラオケ設備を提供する飲食店に対し休業を要請します。これらの店で酒類とカラオケ設備の提供を取りやめた場合でも夜8時までの時短営業を求める方向です。
で床面積が1000平方メートルを超える大型商業施設についても生活必需品の売り場などを除いて休業を要請する方向で調整しています。百貨店やショッピングセンターなどを想定していて政府と4都府県が協議をしています。休業要請に応じた場合には協力金を出す考えです。スポーツなどの大規模イベントについては社会生活の維持に不可欠なものを除き原則無観客で実施するよう要請します。4都府県に緊急事態宣言を発令です。伊藤さんはこの緊急事態宣言、3度目になりますがどのようにご覧になりますか。仕方ないのかなとは思うんですけど、私はなぜこうあの山梨モデルってあるじゃないですか、あれをもっと推進しないのかなという方が不思議なんですね、あれご承知の通り、職員なり、雇われた人たちが行って50箇所の50本ポイントの点検をしてですね、できたらステッカーを貼るというやつなんですけど、それなら普通ですけど、すごいのはその例えばパーテーションが足りませんとか、CO2 が足りませんとかっていうと、それは県が提供するんですよ、お店に、だちゃんと面倒見るってことですよ、だからできないところは全部県が丸がかりでやってあげて、でその上であのステッカーにもあの QR コードついてるんで、それでそうは言ってもって言ってお客さんがやってへんでこいつらという投書ができるんですよ、だから3社でチェックしてるんですね、県と職員あの食べる人と、お店と、これやりゃいいんじゃないかと思うんですけど、それは進まないでおいて、禁酒法みたいな、法律作ってにして、なんかちょっと違う気がしますね。もっとやれることがあるっていうことですね。お店に対してもっとやってあげることがあるんだと思うんです。そうですね、お金を出すというよりも、でそのお金だったら満足だったらそれはいいですけど、そこがポイントですもんね。そうですね、だったらこういうパーテーションだとかですね、空気清浄機だとか、支給してあげればいいわけでしょ、そんなとこ投資できないからみんなグダグダでやってるわけですよ、だそうすると本末転倒になってるんですよね、でその百貨店ですね、休業要請、これは人がいっぱい集まるからってことですね。人流をっていうその言葉、百貨店ではあんまり喋ってないですよね、そうなんですよ。昨日私も取材で行ったんですけど、天井高いし、確かになんとかバザールみたいなのやってたんで、そんなに人を、やはり皆さん気をつけてる人が多いですから、マスクもちろん飛沫感染ですからね。そうですよね、だからこれも密だけじゃなくて喋らなきゃいけない、喋らなきゃいいんですね、だダメなのは多分昼間の喫茶店とかですね、もうお酒ないけど、奥様方よく喋ってるじゃないですか、あるのが危ないと思います。そうなんですね、そうですね。あと東京23区では昼飲み、あと路上飲みが増えているというんですけれども、これも私も何度も見たことありますけどもね、これだってじゃあ外で飲みはいいかっていうとそうじゃないですからね。めちゃくちゃ近いですからね。だって仲間ともマスク外してビャービャしゃべってかね、喋ってるわけですから。もう映しまくってますもんね。そうですよ。誰かが感染してればもう確実だなこれって思うくらい。唾液かけまくり状態ですよね。いやいや、そうなんですよね。挙句の果てに回し飲みとかしちゃってね。本当酔うとそれは自分も反省点もありますけど、なんか覚えてない部分までありますからね。だから外だから安心ってことじゃないってことです、昼だから安心だけでもないですからね、続いてはこちら、日本経済新聞、日米共同声明52年ぶり台湾に言及。菅総理は今月16日のアメリカバイデン大統領との首脳会談で日本の防衛力強化への決意に加え、中国が敏感に反応する台湾海峡の平和と安定の重要性にも踏み込みました。共同声明で台湾に言及したのは52年ぶりです。これについて日本経済新聞は、菅総理は中国との経済関係を重視する傾向があると見ていた、米欧アメリカとヨーロッパメディアの予想を覆したと伝えています。共同声明で台湾に言及した、これは伊藤さんはどうご覧になってますか。これは今の情勢からいくと、当然のことが入ったんだと思いますね、ただご承知の通りこの次の文言で、両岸の平和と、的なというのが入ってきてるんですか、あれって実は中国そのものがいつも使ってるワードなんですよ、両岸なんて普通言わないじゃないですか。そうです、言わないです、だから中国人が言うやつなんですよ、だからそれをそのまましっかり持ってきてるんで、今回これ意外なぐらいに中国が反応してないでしょ、そうなんです、そこだと思いますよ、だからよくバランスの取れた、
生命なんだと思いますよ、はい、その両岸っていう言葉を使うことによって中国は、はい、自分たちがいつも言ってる言葉ですから、平和的な解決は、はい、両岸の平和的解決は中国自体が言ってる言葉ですから、だからその通り言ってるんですよと、我々は別にって言ってるわけですよ。なるほど、その抗議させない部分も入ってると。別に戦争仕掛けようとしてるわけじゃないからと。そういうことなんですね、はい、平和的に、平和的にあなたたちが言う通りと、いうのが言ってるのと、それからちょうどキリーさんが言ったじゃないですか、はい、あ、特使で、特使で、はい、だからあっちは一緒に協力しようと、はい、だ協力と、あの許さんとか許さんぞっていうのの両睨みが瞬時に同じタイミングで行われたと、まあ、見事なやり取りだと思いますけどね、はい。日本経済新聞、中国のこの軍拡、台湾有事についても触れています。中国は2000年以降急激な軍拡で戦闘機やミサイルを増やし、東アジアに限ると中国優勢は明らか。大量の 対艦弾道ミサイル、船に対するですね、対艦弾道ミサイルなどを配備して、アメリカ軍が中国近海まで近寄れない戦略を取っていると。仮に台湾有事となると、現状の軍事バランスでアメリカ軍に有効な対抗手段を取れるとは言い難い。同盟国と一層協力して対処する必要がある。まあ、この台湾有事起きた場合ですけれども、これは伊藤さんどうお考えでしょう。だから台湾有事と、もう私が現役の頃から、はい、もうまさにこれ2000年以降ってありますけど、はい、もういつか来るなという構えは、そうですか、要するにミリタリーサイドとしては常に見てるわけですよ、はい、だから例えば中国の国内にはですね、あの訓練場には、はい、もう台湾の街が作られてるんですよ。そうなんですね、はい、空港とか、でそこに空爆の訓練やってますから、でそういうの我々見てるから、だからこれに対して構えなきゃいけないなっていうのはずっとあるんですよ、だから、まあ、そういったものも今こう表に出てきたってことですよね、一つは、はい、皆さんが知るようになってきて、だからもともと軍関係者だけが知ってたことがだんだん表に出てきたっていうぐらい、あの気をつけないと一方的に向こうが有利になってる、はい、そこを刺激、あのダメですよっていうのを出してるんですね、はい、となるとこの対抗手段というのはどう準備しておけばいいんですか。対抗手段だからもう基本的に同じ、向こうに負けないだけの軍事力をつける必要がある、はい、だから今回日本の防衛力の強化もその中に入ってるわけですよ、はい、でアメリカはバイデン政権になって下手すると予算避けられそうだったんですね、はい、トランプでグッと上がったのも、だそこは避けちゃダメよと、はい、というこの両、それの両睨みだと思いますけどね、避けちゃダメだと日本側から言う、この共同声明でアメリカもバイデン政権もそれ認識したってことです、はい、だからペンタゴンとか国防省は一生懸命玉入れして、それがその通りになってきた、なってきてるということなんですね、はい、で中国への対抗手段といいますと、アメリカ軍が2月沖縄県尖閣諸島の周辺海域で輸送機から物資を投下する訓練したことが分かりました。アメリカ軍が尖閣周辺で実戦も想定した訓練、これをするのは極めて異例ということなんですが、やはり訓練なんですね、はいはい、大事なんだ、はい、でこれも今までは言わなかっただけなんですよ、はい、今戦略的に表へ出すようになってたんですね、あえて表に出すことによって、だから皆さんが知ることになって、はい、だから中国気をつけようねってなるじゃないですか、はい、そこだと思います、やってんだってことですね、です意識してるんだっていうのが相手にも伝わると、はい、で我々も構え方を考えようという本来議論につながらなきゃいけないんですよ、そうならないところが問題だと思います。ああ、そうですか。逆になりませんかね。なってないでしょ。なってない今までは、はい、はい。だって怖い怖い怖いって言いながら、はい、平和安全法制は違法であるとか言ってるじゃないですか、はい、なんで繋がらないんだろうと、まあ、そこは不思議でしょうがないです、だから、まあ、こうなってきたらもうね、繋げる時期が来たってことですよね、はい、しっかり議論すべきなんですよ、日本の国内でも、はい、じゃあどうするのと、はいさあ、それではここからはですね、こちらのテーマで話を聞きます。世界経済の激しい変化、経済安保について考える。楽天グループが中国 IT 大手テンセントの子会社から出資を受けたことに日本政府が警戒を強めています。顧客情報などがテンセントを通じて中国当局に流出する懸念が拭えないためで、政府は外国人投資家による日本企業への出資規制、これを定めた外為法に基づいて楽天を監視する考えです。楽天はアメリカでも事業を行っていることから、日本と同様に中国への警戒が高まっているアメリカ当局にも情報提供を行うことにしています。で、問題となっているのは今年3月、
楽天がですね、テンセントの子会社から657億の出資を受け、テンセントの子会社が楽天株の 3.65% を保有する大株主になったことです。で、外為法では安全保障上重要な企業の株式をこの外国人投資家が取得する際には事前の届出というのを求めています。で、国際的な影響力を増すこの中国などを念頭に、去年5月には事前の届出が必要となるこの出資の比率、これまでは 10% 以上だったのをわざわざ 1% 以上に引き下げて厳格化していたんですね。で、その一方で資産運用目的で経営に関与しない純投資の場合は事前の届出を免除する仕組み、これも設けているため、テンセントの子会社も純投資として事前届出の免除を受けていました。まあ、ただ政府関係者はテンセントが出資する真意は不明と話しているんですね。この日本やアメリカが情報流出を警戒しているというところ伊藤さん、これはどうご覧になりますか？これはどうしてもですね、経済界の方とか、あるいはIT やってる人は特になんですけど、カウンターパートの中国人ってみんなすごいいい人なんですよ。はあ、でも本当普通の人だし、でなんか困ったことがあると助けてくれ てるでしょ。だからこの人たちは、そのいわゆる中国怖い怖いという人たちとは別だと思っちゃうんですね。でその結果いろんなことが流れる、はい、だけどこれご承知の通り、その国家情報法という法律があって、はい、それは共産党からお前知ったこと出せって言われたら、はい、そのいい人も喋れるんですよ。喋らざるを得ないんですよ、共産党に言われたら、はい、でテンセントの人がもうそれを明確に言ってますから、ウィーチャットですよね、はい、だから、いい人だからじゃないんですよ。だからそこがどうも弱いんですよね、だからどうしても大丈夫でしょと思っちゃってるけど、はい、結局漏れるんですよ、だから LINE の話もそこにつながるから、はい、だからこれは怖いと、いうことで日米が今ピリピリしてきてるですね。5、6年前の JAXA の情報抜かれたっていうのもそうですよね。はい、やってるんですもん、はい、現実に やりたい方でやってるわけです彼らは。そうなんですね。そこに目の前の人はそうじゃないけど、あの人たちからお前知ってるの出せって言われたら、テンセントの人は渡すんですよ。出さざるを得ないってことですね。 それ出さなかったら罰せられちゃう、逮捕されますからね。はだったら獄門にかけられるんですよ。あ、そうですか。じゃあ出すしかないですね、という状況なんです。そうです。だ本人は本当は出したくないけど言われて獄門は嫌だから喋っちゃうってことになるわけですね。です、人権侵害どころじゃないですからね。そうなんですね、さて楽天は国内でおよそ1億の顧客持ってます。中国側に情報が流出した場合の影響、まあ、これは計り知れません。事前届出の免除制度では事後的にこの免除の基準を満たしているかを調べることができることから、日本政府テンセント側による役員への就任、株主総会で事業の譲渡、あと廃止の提案、非公開の技術情報へのアクセス、こういった免除基準に違反するような行為がないか両者から話を聞くなどして監視をするということです。で、免除基準違反などの問題が確認されたとすると、基準を守るように勧告や命令を出し、従わない場合はテンセント側に株式の売却を命じるなど厳しい姿勢で臨む方針だといいます。中国へのこの情報漏洩リスク、これを過小していると痛い目に遭うってことなんですね。そうですね、で特にもうそこを、特にアメリカがもう厳しくチェックするように変わりましたから、まず日本の企業は中国と取引しながら、そして明日はアメリカに出張するなんていう人は、もう許されなくなるってことですよ。アメリカからお前何言ってんだって話になるわけですから、だからそのあたりをよく考えなきゃいけない。それぐらい米中の、特にこの先端技術ですよね、これハイテクの部分はもう完全にディカプリングしてますから、そこに日本が緩いことやってると、日本の企業はですね、これ叩かれるってことですよ、アメリカにまず、で日本政府もそこに乗ってますから、だからそれぐらい厳しく扱うべきものになってるってことです、でも今伊藤さんおっしゃったみたいに、この中国ともこの、交流があるし、アメリカの会社とも、仕事上のこのつながりがあるとなったら、これどうするんですかね。でもそこはもうありてに言うと、もうハイテクはもう完全に日本も中国とデカップリングすべきだと思います。もう縁切った方がいい。縁切った方がいいです。縁切らないと、アメリカが許さないですもん。そうですね。というよりも日本も本当にとんでもないことに巻き込まれるんです、現実にこの盗み出してまでやるじゃないですか、社外費を盗んでおいみたいな、
これ犯罪ですよね、そのものに加担するってことですよ、だからもうここはハイテクの部分はもう本当に デカップリングして、はい、それ以外の産業では付き合えばいいんですよ、はいはい、市場ですからね、はい、大きな市場ですからね、そのあたりの種別がこれから求められて、はい、そうか分けて考えなきゃいけない、でこれがまさに経済安全保障、はい、ここなんですね、一つのポイントなんですよ、はい、さてそんな中経済同友会はですね、米中の経済対立の拡大と同時に気候変動対応などでさまざまな国際ルール作りが増えていること、こういったものを受けて経済安全保障を意識した経営を求める提言公表しました。当面世界経済の激しい変化が続いて情勢は非日常だと認識し、経営者が組織の抜本変革を進める必要性を強調しています。特に米中の対立によって供給もサプライチェーンがまだら模様に分断される、こういう懸念があるとして、経済効率を犠牲にしても持続可能で強靭な供給網を構築すべきだとしています。また人工知能 AI や半導体、こういったものなど先端技術を中心に民生と防衛技術の境目、これが曖昧になる中、技術育成のためにも秘密研究や秘密特許制度、これを導入することを政府に求めています。これ例えばどういう民生技術の軍事転用というのが進んでるんですかね。もともともすでに進んでるのはですね、例えば超電導とかですね、はいわゆるリニアモーター、リニアモーター、はい、あれだからもう武器になっててレールガンって言ってですね、はい、その超電導でバーンとやるんで、はい、もう鉄の破片かなんかのようなものを打ち出せて もう高速で飛んでいくようなものを、でいずれも最初アメリカが全部やったんですよ、はい、アメリカでみんなすごいって言ってたんですけど、あっという間にここら辺を中国追いついたんですよ、でえってなって、それからですよ、はい、でそれからどうもすぐに追いつかれると、盗まれてるなというところから始まり、でそうしてるうちにこの 5G や自動運転が出てきたじゃないですか、でこれもいわゆる最初はアメリカがですね、SF 映画のようにですね、大きな飛行艇に虫のようにこう群がるようなのがあるじゃないですか、あれのようにして UAV を飛ばすっていうのをやったんですけど、それでわアメリカすごいと思ったら、その1週間後に中国がやってみせたんですよ、でってこうなるわけですね、でこの 5G 自動運転というのが、その無人兵器ですよ、そうなんです、ここにつながるというので、みんなすごい、アメリカはもう今警戒してる、警戒しだした、そういうことなんですね、はい、そして今も言った民生と防衛技術の境目、これが曖昧になる中で、その技術の育成ですね、これも大事です、そのためにもその秘密研究ですとか秘密特許制度、これを導入することをこの政府に経済同友会を求めてるということなんです。これはいかがですか、はい、これもだから日本緩いんですね、緩いんだ、はい、G7 の中で日本だけですよ、こういう枠ないのは、はい、はい、だから一番危ないのは保険、特許で50年1年6ヶ月したら公開されるんですね、はい、で日本から公開されている中にはウラン濃縮技術だとか、はプルトニウムの抽出法とかが出てるんです、あそうか、原則公開しなきゃいけないから、はい、ともうそれこそ北朝鮮多分使い込んでるじゃないですか、そうですね、はい、ということをやっちゃってるんですよ、なるほど、本来そこを止めないといけないんだけど、日本は法律が作れないんですね、はい、そうか、それを止めるのが例えば秘密特許制度ということなんですね、ですこれはもうだからずっと特許の中で秘密にしとくよ、はい、っていうこと、まあ、これは秘密だから、はい、公開しないけど、はい、特許取っていいっていうのがこれが秘密特許法なんですね、はい、そういうことなんですね、はい、それか、ある一定の期間だけは延期、公開しちゃダメよっていうのだけ止めるとかですね、はい、いろんな方法があるんですよこれも、はい、はい、そうなんですね、まあ、5G 今お話にも出ましたけども、あとね自動運転とかドローンだとか衛星通信だとか、まあ、いろんなことがこの、言われてますけれども、となるとやはり今伊藤さんの話聞いてるとちょっと緩いですね、日本はね、ですから去年の年末に自民党から提言が出されて、はい、で経済安全保障についてですね、はい、でその内閣にもNSC にもできてですね、はい、経済班が、はい、やっとこの経済安全保障が来たところに、やっとこの経済同友会も言い出した、はい、経済界もやっと官と経、ビジネスのところが言い出したんですけど、これ残念なのは、はい、この経済同友会が出したって話、日経新聞報じてないでしょ、はあはあ、それがびっくりしてます。あ、そうなんですね、朝日と産経だけですよ、はい、なんででしょう。だここが緩いですよね。そこが緩いってことだ。民間の企業に全然響いてないですよ。はい、そうなんですね、はい、はい。時刻8時36分です。おはようテラちゃん。
時刻8時37分です。今朝のコメンテーターは元海上自衛隊海将金沢工業大学虎ノ門大学院教授伊藤俊幸さんです。プロ野球ですが大型連休中無観客開催になる可能性が出ています。政府は今日新型コロナウイルスの感染拡大している東京、大阪、京都、兵庫4都府県の緊急事態宣言の発令決定する見通しです。期間があさって4月25日から5月11日まで。サンケイスポーツを見るとプロ野球の開催に影響が出るのは必至と伝えています。今回政府が人流人の流れの抑制これを強く求めていました。社会生活の維持に必要なイベント以外は無観客を要請する見通しだと。試合開始前後に少なくとも5000人の人の流れを生むプロ野球などのスポーツイベント、政府の方針に従わざるを得ないということのようですね。緊急事態宣言の対象地域に本拠地を持つのが巨人、ヤクルト、阪神、オリックス、この4つの球団です。販売済みのチケットの払い戻し、こちらに関しては去年の開幕延期の際に経験済みで大きな混乱はないと見られています。プロ野球だけでなく J リーグこちらもですね緊急事態宣言の対象となる地域で無観客での試合開催、これを視野に今後の対応を検討するということですが、まあしょうがないとは言うもののなんか、ね、ってもうなんでって、だってここまでそんなところで移った あんま聞いたことないですよね。感染したって聞いてないでしょって言う方多いでしょうね。多いですよね。だから本当なんかメッセージが発信が下手くそですよね、はい、だからここからもう何人も出てるとか、はい、いうのがあればそうですね、そうです、だからデータがあれば、はい、あそうだったらしょうがないか、はい、だからそうじゃなくて、はい、いや緊急事態宣言発令なのでこういったところ人流を抑えたいのでって言うんじゃ、なんか違う気がしますよね。そうですね、なんかやっぱこう、はい、発信が下手くそですよ。そうですね、木で花食ったようなものにしかしないでしょ。そうなんですよ、もうこう染み渡らないですもんね。それでこちらに染みてる来ると思うんですかね。あ、まあ、私も広報室長やったことあるんで、あ、 そうか、まあ、そこは結構向こう側に立つんですけど、はい、でその国民側に立たないと言えないんです、そういうこと、はい、だけどどうしても官僚たちにやることは中の理屈でやるから、私もよく刺されましたもん、後ろから。はい、そんな候補って窓口だと後ろから刺されるんですよ、はい、余計なこと言うなと。そうなんですか、はい、だかそれにみんないいダクダクとしてるような気がしてしょうがない、はいはい、時刻8時40分です。文化放送おはようテラちゃん、時刻8時51分です。ビジネス最前線、この時間は海上自衛隊元海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授伊藤俊幸さんにこのテーマでお話を伺います。温室効果ガス2030年度に 46% 削減目指す。アメリカ主催の気候変動問題に関するサミット首脳会談会議が日本時間の昨日夜オンライン形式で開幕しました。各国首脳らが演説し、菅総理は2030年度までに温室効果ガスを2013年度に比べて 46% 削減するという新たな目標を表明しました。これまでの目標は2013年度に比べて 26% 削減、この目標から大幅な引き上げになることから、菅総理はですね、決して容易なものではない、トップレベルの野心的な目標を掲げることで我が国が世界の脱炭素化のリーダーシップを取っていきたいと意欲を示しました。目標実現の方策については再生可能エネルギーなど脱炭素電源を最大限活用し、企業に投資を促す十分な刺激策を講じると、こういうふうに語っています。2013年度に比べて 46% 削減という、この新たな目標です。読売新聞、国際的なアピール合戦に乗り遅れまいとする側面は否めず実現は不透明と伝えています。伊藤さん、この 46% っていうのは2013年度に比べて 46% 削減、これまで 26% 削減だったところから20ポイント、ね、上げたということなんですが、バーをこれ実現可能な目標だと、このあたりいかがですか。私は今だから
安全保障じゃなくて、はい、ビジネスマネジメントの教授なんですね、はい、ですからこういうのを見て思うのは、これでビジネスが成り立つかなんですよ、結局、だから企業にやれやれと言ってもですね、ペイしないものにはお金投資しないわけですよ、はい、だから今もその風力発電いろいろありますけど、ほとんど政府の補助金でやってますでしょ、要するにそれだけ単品でやっても儲からないということです、はい、だからここにうまくいわゆる稼ぐ力と合わさらない限り、私はこの目標難しいと思いますよ、はい、技術はあるんですよ、はい、それぞれスタートアップの会社とかいろいろありますから、あるんですけど、じゃあそれを本当に採算ベースのビジネスに乗るかっていうのが一番問題で、はい、それがないからみんな企業は二の足踏むんですよね、そこだと思いますよ。ってことはこれ 46% っていうのは、まあ諸外国も頑張ってるから、でリーダーシップ取りたいから目標として掲げるどうしか見えないってことですね、正直、はい、まあ、昨日菅総理のいろいろ会見とか聞いてても記者からも質問あったんですけど、はい、これはですから経産省と環境省、まあ、ここで積み重ねていったら、はい、この46という数字が出てきたんだというふうに言ってはいましたけどもね、はい、政府が新たな目標の達成に向けて太陽光発電とか風力などですね、再生可能エネルギーの利用拡大を目指すということなんですが、まあ、今でも伊藤さん言ったみたいに、はい、これ政府から資金が、そうです、だから出てるから、はい、ね、だから成り立ってんだけど、はい、だからこれやるんなら本当垂れ流すってことですよ、そうですね、そうですね、税金をずっとね、はい、そうですね、企業に対して成り立つとするんであれば、成り立たせるというなら、はいはい、本当かと、そうですね、それでサステイナブルなビジネスじゃないじゃないですか、はい、だからそこだと思いますよ、だからそこにもっと革新的な技術で安くそれができるとなれば違うんでしょうけどね、アメリカ政府はですね、2030年の温室効果ガスの排出量を2005年に比べて50-52% 削減する新たな目標を発表しました。発電部門の排出量2035年までに実質ゼロとするほか、交通部門での排出の削減、CO2 二酸化炭素を回収する技術の活用などを進めるということです、まあ、アメリカはアメリカで2030年の温室効果ガスの排出量を2005年に比べて、まあ、半分ぐらいにするということですけども、これはどうなんですかね、これもだから、まあ、バイデン政権の看板ですから、はい、まあ、これも気合だって言ってる感じがしますよね。気合ですか。中国ですが、習近平国家主席は排出量の削減目標は引き上げなかったということですね。2030年までに CO2 の排出量を減少に転じさせ、2060年までに実質ゼロにするとして、言ってます、はい、これもポーズですよね。そうですか、みんなポーズか。はい、ね、政治って怖いなって。そうですね、はい、まあ、だって2030年だとか2060年なんてね、はい、誰も分かんないでしょ。そうなんですよ、はい、そこですね、はい、でも真面目に本当は取り組むべきものですよ。そうですよ、それは間違いないですよ。ですね、はい、はい、以上ビジネス最前線でした。おはよう、テラちゃん。時刻8時57分です。今朝のコメンテーターは元海上自衛隊海将で金沢工業大学虎ノ門大学院教授伊藤俊幸さんです。こういうニュースがありますね。熊の着ぐるみを着たままひたすら歩いている男性がアメリカで話題となっています。中に入っているのは33歳の男性。今月特に目的もなく熊の着ぐるみを着たまま自宅があるロサンゼルスからサンフランシスコまでのおよそ600キロを歩いてみようと思い立ったといいます。高速道路沿いをひたすら歩き続ける可愛い姿、すぐに注目を集め通過場所を探し出してわざわざ会いに来る人も現れました。今手元に資料があるんですけども、何か車の脇をですね、頭でっかちの着ぐるみが可愛らしいっちゃ可愛らしいんですけど、危ないじゃんかって感じだろうなこれって。危ないですね。なかなかシュールですねこれね。
まさに SNS があるからですよね。ああそうですね、そうか、SNS があるからわーっと広まる、そうですそうですですね。でこのどこ歩いてんだとかなって、そうです、見に来るって、ね、今だからですよ。そうですか。これでも休憩とかどうしてるんですかね。ね、おトイレどうすんだろうかなとかですね。いやトイレは私も大変なんですけどトイレは今一番大変なあの男ですけど、あのそうですよ、でもいいな、いいなじゃないんだ、休憩決められるからこの人はね、でもあまり寺島さん決められないですもんね。そうなんですよ、そうなんです。でも尿意はまた別に来るんですよこれ愚痴ってもしょうがないんだけど、はい、だからトイレ行くのもね、みんなが見てるところで着ぐるみ脱いで食事取ったり、ね、トイレっていうのもアウトですもんね。なんだよみたいなね、夢壊すなとか言われて、はい、あの変身者のあのあれが脱ぐと同じですもんね。そうですよ、はい、ね、仮面ライダーだと思ったら違ってたみたいな同じようなもんですよ、ね、いや確かにそうです。まあでもなんかちょっとこう和むような話題ではありました、はい、今朝のコメンテーター元海上自衛隊海将金沢工業大学虎ノ門大学院の教授伊藤俊幸さんでした。伊藤さんありがとうございました。ありがとうございました。来週月曜日のおはようテラちゃん5時台はベルギー在住のライタージャーナリスト栗田美智子さん、6時台経済評論家常念司さん、7時台後半からは郵便学者内藤陽介さんお迎えして朝5時からお届けします。この後は国丸ジャパン極みです。おはようテラちゃん、また来週。今日もいい一日になりますように。